ドンキホーテ2位カニ店は、岐阜県カニ市中井戸に所在する UD リテール株式会社が運営するショッピングセンターである。当項目では、ピアゴカニ店、またかつて運営されていたショッピングセンター、ショップランドカニの概要についても記載する。ピアゴカニ店の業態転換店舗でドンキホーテ2位の7店舗目。新店タイプのピアゴを業態転換したのは初である。 同店から北東約 1km に、ユニー株式会社が運営するラスパミタケが存在する。他、半径 3km 圏内には、他社競合店が約40存在するため、生鮮食品を取り扱わず、代わりに非食品の売り場を増やすなど、ドンキホーテ寄りの店舗となっている。現在のテナントは、ドンキホーテニーカニ店を参照。業態転換前のピアゴカニ店9ピアゴカニ店は、 かつてどっちに存在したショップランドカニの建て替え店舗。2008年9月23日に同店から北東約 1km にオープンしたラスパミタケと約1年半にわたって共存したが、老朽化及び社内競合化費のため、2010年5月9日に撤退という形で閉店。閉店後の夏から秋にかけて店舗を解体。一旦は更地となり、 他社による出店が模索され住民説明会が開催されたが土地所有者の要請など諸事情によりユニーが再出店を決め約2年半のブランクを経て再開店したユニーとして初めてとなる移植中の買い物を1箇所のレジで行うスーパーセンター型の店舗となっていたが以降の新店ではスーパーセンター型は採用されず2019年現在 唯一の例となっている。工術のショップランド、カニ時代とは異なり、平屋建てであった。2019年1月3日に、業態転換のため閉店し、ピアゴカニ店としての営業を終了した。ショップランド、カニ時代、お客様駐車場として使用されていた、線路北側一帯の敷地は、現在では、従業員や契約者向けの駐車場となっていた。 テナント以下のテナントはピアゴカニ店閉店と同時に撤退した。ショップランドカニはユニー株式会社がかつて運営していたショッピングセンター。各店舗はピアゴカニ店でユニーの店舗ブランドが見直される2009年2月20日、以前の各店舗はユニーカニ店と称していた。建物は3階建て、蒸気理由により閉店。なお、早くから閉店が内定していたため、 建物看板はユニーのままピアゴに差し替えることなく閉店を迎えた。開業当初は建物東側の直営部分のみが存在していたが、後に建物西側へ増築。さらに線路を挟んで北側への増築計画もあったが、1994年2月に断念している。線路の北側は開業当初より五線橋で連絡の駐車場として開設されていた。 当時この駐車場は第三駐車場となっていた。エレベーターは建物の北側に1機、前述した第三駐車場の連絡用建物内に2機、エスカレーターは中央と増築された西側に1機ずつ設置されていた。メーカーはいずれも三菱製。いずれの店舗もピアゴカニ店には出店していない。インはショップブランド閉店後ラスパミタケに移転したとなんと。 ショップランドガニに関するカテゴリー、ありがとうございます。